fight eggs. I started playing Buddy Fight. Lots of cool cards to play with. Let's do it. DD Gargantua Punisher. Booster Pack Gargantua Awaken. On sale August 3rd. Bushy Road. Fight me with Bangor. We're all looking forward to these new powers. Booster Pack Unite Team Q4. Now on sale. Bushy Road. これまでのお話、学園ナンバーワンファイターを決める ABC カップがスタート。初戦は陸王雅人と悪名高き鬼塚万丈の戦いだ。キャスト無敵ラッキュル。相手の強奪に翻弄される雅人だが、新必殺技サンダートルネードライフで大勝利。よっしゃ。敗北した万丈は雅人の心に触れ、会心の兆しを見せたのだった。ABC カップ予選のファイトをお送りしたぜ。次回の動画もチェックイスワン。今日はいまいち、優雅と違っていいねが増えねえよ。変だよな、ラマのファイトあんなにかっこいいのに。バディの差かな。お前とガルガのファイトは派手だからな。俺とは桁違いのいいねがつくのも当然だろう。いや、今日はたまたま見てる人が少なかっただけだ。ラマだって予選を突破したんだし、俺と同じだよ。そうかな。そうだよ。だよな。ランマ猛攻、勝つのは俺だぜ。ABC カップ優勝は星読みスバルで決まり。スバル君って強いよね。きっと優勝すると思うわ。僕は陸王マサトを応援してるよ。ライブアギトと万竜団かっこいいもん。決勝戦はスバル対マサトだよね。楽しみだな。ご覧のように優勝候補の筆頭は星読みスバル選手。それを今が陸王マサト選手でちゅーという声が圧倒的多数ですが、優勝するのは兄ちゃんだ。だってタスク長官に勝ったんだぜ。一番強いのはミカドユーガとガルガだという意見もごく少数ですが聞かれました。兄ちゃん見た？僕が映ったよ。見た見た、ありがとな。ハレ以上、相棒学園放送部ナナナイオンと火星人 UFO タコ吉がお伝えしたでちゅー。バイバーイ。え、これで終わり？俺ってまるっきり無視？ひどいよな。俺だって応援してくれたのはハルだけだったし。好きに言わせておけ。誰が強いのか、おのずと答えは出る。それが戦いだ。聞いたぞ、ユガ。お前、龍炎寺タスクさんに勝ったそうじゃないか。そんな重要なことをなぜ早く言わないんだ。だって聞かれなかったから。お前動画見てないのかよ。
いや、これはすまん。だが、ますます楽しみになってきたぞ。お前と ABC カップで対戦するのが。残念ながら、君が大会で優雅とファイトするチャンスはない。ズバル、どうしてだ。優雅は準決勝で僕と対戦する。すなわち決勝に出るのは僕だ。どいつもこいつも勝手なことばっか言いやがって。優雅の次の相手、みんな知ってんのか。世界中の誰より優雅に詳しい、この俺なんだぜ。兄ちゃんのこと一番知ってるのは僕だよ。そうだったな。春の次に詳しいこの俺が優雅に勝ってみせるぜ。負けるもんか。お互い全力でぶつかろう。おバイバイ、またね。キャッスル行くんだろ。新しいカードでお前を倒すためのデッキを組まなきゃな。俺だって強いカードいっぱい出るといいね。雨か。いけねえ、また降ってきた。急ごう。うわ、冷たいよ。おお、すまん。当分やみそうにないな。ついてねえぜ。ん、いいのかな、こんなお店に入っちゃって。怖いお兄さんが出てきて、雨宿りするなら金を出せなんて言われたりしてんな。お待ちどうさま。うちの自慢のピザ、おいしいわよ。ほう、これが噂に聞いたあのピザという食べ物か。どうぞ、遠慮しないで。いや、でもありがたく頂戴する。あ、ガルガ。これはどうした、ガルガ。うまい。よし、僕も。おいしい。俺もちょうど腹が減ったんだ。うまい。すっげえうめえ。この味、まさにたこ焼きと互角。地球で1、2を争うんだろう。よかった、優雅君たちに気に入ってもらえて。俺のことを知ってるの？うん、私、ミコのミコ。その…何か気づかない？やっぱり覚えてないか。我を忘れてしまいそうだ。ミコちゃんってこのお店の子かい？ええ、ピザだったらいつでもご馳走するわ。ラマ君も好きな時に来てね。どうして俺たちの名前を？私、ランガチャンネルの大ファンなの。いつも見てるのよ。なんだ、そうだったのか。ランマ君の予選の動画、すっごく良かったわ。面白かった。だろ、あれって編集が超大変で、超苦労して、超時間かけて、超かっこよくして。優雅君のもかっこよかったよ。ガルガってとっても強いのね。ありがとう。優雅君の ABC カップのファイト、私も見に行きたいけど、学校も違うし、なかなか時間が合わなくて。これからのファイトも配信するからさ、また見てくれよ。うん、そうする。楽しみにしてるね。ああ、結局注目されるのは優雅とガルガなんだよな。ん？あ、いや、なんでもない。ほら、優雅も食えよ。うまい。これが今日買ったパックで引いたカードなんだ。あ、ね、これ何？どうやって使うの？モードスイッチ。今日もバディレアは出なかったか。優雅はガルガを軸に攻撃してくる。ガルガの力が最大限に発揮できるデッキを組むはずだ。学校に入ってから俺はいつも優雅と一緒だった。だから誰よりも優雅のことを知っている。あいつの考えは何でもわかる。分かっていたはずだ。優雅にバディファイトを教えたのはこの俺だ。俺なんだ。皆さんお待ちかね、 ABC カップ1回戦、次のファイトは
加古川ランマ選手の対戦だ。ランガチャンネルで評判の2人が繰り広げるファイト、一瞬たりとも目が離せないぞ。注目でちゅー。頑張れユウガ兄ちゃん、ランマ兄ちゃん。兄貴とその親友の対戦か。どちらも一生懸命応援してやる。うん、マサトは当然イカドユーガに勝ってほしい。そうだよな。その通りだ。見逃せませんね、このファイトは。結果はすでに分かっているけどね。それでも楽しみだよユーガ。俺はお前に勝つ。勝つのは俺だ。フレンの拳で貫くぜ。ルミナイグレンエクスプロージョン。神かかってるドラゴン軍だ。ここに降臨。ルミナイズ神ドラバディファイ。オープンザフラッグドラゴンワールド。ドラゴンワールドガルガンチアドラゴン。おっと、ランマ選手は予選同様バディレアなしのようだ。そっか、昨日のパックでもバディレアは出なかったのか。余計なことを考えるな。戦いに情けは無用だ。分かってる。全力でランマにぶつかれ。Buddy Fight 8! Introducing new start decks! Mydra Deity, Subaru's Triangulum Galaxy, Masato Spiral Link Dragon Order! On sale July 27th! Let's start playing Buddy Fight! Bushiroad! は整った。そうはさせないぜ。キャスト、ドラゴントラップ、ガルガの攻撃を封じ込めろ。ん、何、え、あ、ガルガが。これでこのターンガルガは攻撃できなくなったぞ。お前はガルガを信頼している。必ずコールする。俺の読みバッチリ当たったぜ。分かっていたのか、ランマにはユーガの考えが。だからこそ侵入。二人は固い絆で結ばれているのだ。ガルガの分まで戦うぞ。ガルドッグ、ランマアタック。行くぞ、クライドック。キャスト、緑竜の盾。ルリアーわ。ああ、バディがいなきゃユーガだって俺と同じだ。いや、俺の方が強い。俺のターン、ドロー。チャージ&ドロー。グレン闘士エクストリームスロードラゴンをライトに。グレン闘士バンガッツドラゴンをレッドにコール。ドラゴンってやつも戦うぞ。登場炎上ド根性、ランガチャンネル1の炎上。バンガッツ、ユーガを攻撃しろ。俺のメガ根性で燃える拳、受けてみやがれ。ド根性パワー。ユーガ兄ちゃん、続けエクストリームブロの攻撃だ。ユーガ選手のライフが一気に削られた。やるな、ランマのやつ。バディなしでこれほどのファイトができるとは驚きだぞ。効くな。
行くぜ、空連剣ドラゴンブレイズ。これが決まればドンマ選手の勝ちだ。ユーガキャスト、青龍の盾。まさかランマがここまで戦えるとは。青龍の盾を持ってたか。だあ、もう少しだったのに。あの龍炎寺タスク長官を破ったユーガ選手が防戦一方だ。ランマ選手、まさかの大健闘だ。おいおい、まさかの大健闘って。言っとくけど、俺の方がファイターのキャリアは長いんだぜ。あ、そうでした、失礼しましたでちゅ。みんな覚えてないかもしれないけどさ、そもそもユーガをバディファイトに誘ったのはこの俺なんだぜ。そうだ、ランマのおかげでバディファイトに出会えて、俺今すっごく楽しいんだ。バディファイトを始めたからガルガに会えた。スバルやマサト、友達も増えた。こんなにワクワクするファイトができる。ユーガ、俺こうやってお前とずっとずっとファイトしていたいぜ。だよな、だよな。俺のターン、ドロー、ジャージ&ドロー。装備神竜拳ガルブレード。ゲージ2を払ってキャスト、ドラゴニックトラスト。ドラゴニックトラストの効果でガルガは貫通を置いたぞ。甘いぜ、ヴァンガッツをセンターに移動。キャスト、ドラゴントラップ。ああ、まただ。これだけじゃないぜ。キャスト、バーブドワイヤー。ガルブレードをレストだ。何、ガルブレードをレストされて使えない。キャスト、ユーガもハイディングボマー。ガルドックを破壊。残念、あとは任せた。ドッグ、ガルドック。ユーガ選手、自分のターンなのに全く攻撃できない。知恵物の発動も封じられた。バンジキュースだ。バディなしでこのような戦いを。すごい、ランマのやつすごすぎる。デッキビルドもファイトも完璧だぞ。想定していませんでしたよね、この展開は。ランマが勝つ、僕の計算が外れるというのか。ユーガのことなら何でも知ってる、全てお見通しだ。そのユーガに勝つために俺はこのステージに立った。勝利はもう俺のものだ。そう、ランマは俺の一番の友達だ。でも俺のこのカードのことはまだ知らないはずだ。ガルガンチュア・モードスイッチ。ガルガンチュア・モードスイッチ。キャスト、ガルガンチュア・モードスイッチ。ガルガンチュア・モードスイッチ。ユーガ、なんだそれは。ジーエボが使えるようになる魔法だ。そんなものが。ガルガンチュア・ドラゴン、ジーエボ発動。ステージ、ガルガンチュア・ドラゴン、モードソニック。ソニック、来た来た、ここでジーエボだ。お、ガルガが復活した。やった。そうか、さっきドローしたカードはあのガルガンチュアモードスイッチだったんだ。だからユーガはあの反応だったんですね。そんな魔法カード持ってるなんて。お前、いつそれを。突然だが解説しよう。 ABC カップに備えて新たなパックを買ったユーガ。ランマとの対戦に備えてユーガは考えた。ランマは俺の考えを読み、ガルガの攻撃を封じ込めるに違いないと。その時だった。あ、ね、これ何、どうやって使うの。ユーガのパックにあった魔法のカード、ガルガンチュアモードスイッチをハルがユーガに見せたのだった。ガルガンチュアモードスイッチ。俺がこのカードを持っていることをランマは知らない。きっと役に立つというユーガの考えは見事的中したのだ。ガルガンチュアドラゴンモードソニックの効果でライフを2プラス。ツードロー。来た、
ぞ、ユウガ。よし、バーンガッツにアタックだ。こらえた。決まった。バーンガッツを破壊、さらに貫通の能力によりランマ選手のライフは残り5。ってことはお前、ファイナルフェイズ、キャスト新ガルガンチャバニッシャたのに、ほんと強いよな、お前。ゲームエンド、勝者ミカドユウガ。今よし、ウィナー俺、 ABC カップ1回戦突破で中。あっぱれだユウガ、よく戦ったな。ランマもあっぱれだ。いいレアなしであそこまでユウガを追い詰めるなんてすごいファイターだ。ランマ兄ちゃんすごいね。ああ、また負けちまったぜ。だが素晴らしい戦いができた、感謝するぞ。サンキューランマ、今日もすっごく楽しかったぜ。ユウガの笑顔はランマの心に鋭い棘のように突き刺さった。親友が喜ぶ顔を見てなぜ心が痛むのか、今のランマにはわからなかった。どうした？ああ、いや、やるじゃないか。すごいファイトだったぞランマ、お前はナイスファイターだ。バディなしであそこまで戦えるとは。もしも君にバディがいたらどうなるんだろう。スバル、マサト、ユガ、次のファイトも頑張れよ。ああ、お前の分まで戦うよ。そうだ、今から配信しようぜ、ランガチャンネル。今日のファイトを配信すればきっとすげえ数のいいねがつくぜ。そっか、そうだな、よし、やろう。Tachikaze and Mega Colony. Extra Booster, The Destructive Roar. Available August 2nd. Bushiroad. English version of the Bang Dream game is now available. Bang Dream Girls Band Party. Many game original songs. Play with cover songs from famous animes as well. Interact with animated characters.Enjoy their actions and conversations. Bang Dream Girls Band Party. Download for free. ランランガウン。みんな、今日も俺たちがスペシャルなカードを紹介するぜ。今日紹介するカードはこれだ。ガルガンチュアドラゴンモードソニック。移動と反撃の能力を持つガルガンチュアドラゴンの別形態だ。相手の効果で手札に戻されず、能力を無効化されない上に、登場したらライフを2プラスできるんだぜ。さらに G エボで登場した時は追加で2ドローもできるんだ。いろんなモードがあるガルガの中でもモードソニックは守りに特化した形態だぜ。相手のターンは移動の能力でセンターを死守、反撃で相手モンスターを返り討ちだぜ。どうだった今日のカード、みんなもこのカードを使って最強のデッキを組んでくれよ。それじゃ次回の動画もチェックディスバン。デイズ、遊び心でエンジョイデイズ、学びまくって
てスタディーデイズ体動かしてジャンピングデイズ集合毎日がミラクル的ファニーファニーデイくれないかい どんなものでもグレート、 それは君の個性だ。 目指せ常識破りのカード、 今日も一緒に爆熱ファイト Days 遊び心で Enjoy Days 学びまくって Study Days 体動かしてジャンピング Days 集合それぞれの能力で世界に笑顔増やせてみんなの絆生み出すワンダラ毎日がミラクル的ファニーファニーデイコールみんなでファニーファニーデイ。妄想系メルヘン少女の夢語りメル、この対戦相手は勉強の神だった。次回おとぎの国のメル解き放て、スバル様の呪い一斉ガルガバディーファイト。